こんにちは、速稼塾の久保です。先ほどは動画の方を送らせていただきましたけども、今ご覧になっている頃ですかね、もしくはご覧になってないかもしれません。追加でねお話したいことがまたありましたので、この動画撮らさせていただいております。この動画の送り先は A さんという方で、今ねちょっと重度のうつ病で悩んでらっしゃる方ですよね。でこの A さんという方は私の方にメッセージいただいたんですけども、すごい長いねいい文章を送ってくださいました。先ほどの動画ではそのメールをですね朗読しながら、プライバシーに配慮しながらですね、その都度返信させていただきながら、読まさせていただいたということでございますけども、あれだけの素晴らしい文章を書ける方がね、まさかうつ病とはっていうふうに感じるところもあるんですけども、実はですねうつ病の方ってね結構賢い方が多いんですよ。私が考えるところ、考えていろんなものを考えることによって不安要素をやっぱり気づいてしまうんですよね。私みたいなね、有頂天っていうかね、なんかこう頭の線が抜けてる人間は不安要素を感じないっていうかね、気づくのがいつも遅れるんで、いいことばっかり考えちゃうんですよ。必ず自分は良くなるはずだみたいに思っちゃうんですよ。結果ギャンブルにお金突っ込んでドーンってなっちゃうんですけども、だって最後には勝つはずだっていうふうに、やりすぎちゃうのがギャンブルですからね。ただ私ギャンブルをたまたましないんでなんとかなってますけども、おかげさんでビジネスをしながらね30代は1回もプラスにならなかったという、で借金が200万300万500万1000万そしてついには3000万を超えてカウントするのをやめたっていうところまで行ったのが私の30歳から39歳までなんですよ。で40歳で意識してる借金が2800万まで意識したんですよ。2800万まで意識したんですけども、もっとあるだろうな、でも確認すると怖いなと思ったんでもう無視してました。こういうふうに自分の不安要素っていうのは無視する傾向にあるんですよね。ですんでこういうふうな私みたいなね、頭の線が抜けてる人間はあんまり物を考えないんで落ち込んだりしないんですよね。でもやっぱりねうつ病になる方ってのは、これね N 国党の立花隆さんも言われてましたけども、頭がいい方がなっちゃうと、すごく考えて、考えた先も考えて不安になっていって、その不安要素を何とかしようと思って何とかできないなって自分にも気づいてどんどん塞ぎ込んでしまうってことなんですよ。だから精神が疲れる状態っていうふうに私はね捉えてるんですよね。例えばこうマラソンをしていても脇腹が痛くなったりいろいろ疲れるじゃないですか。疲れたのを無理やり走っちゃうとバターンってなっちゃったりするんですけども、疲れてそれでもね自分の体の疲れに気づかずに私みたいにねバカみたいに走ってると、どっかで知名度を浴びちゃうんですよ。いきなり、心臓の疾患がドーンって出たりね、肺に穴が開いたりとか肺気胸になったりするんですけども、ただやっぱりねその精神的に参っちゃう方っていうのは、実はねそれ以上進むと危ないよってことで体精神が警告してくれてとどまっている、もしくは全体的に休みましょうっていうエネルギーが出ていて、体の機能をわざとね防衛的に積極的に落として、で緩やかにしていくことによって、生存機能を守ってるんじゃないかなと思うんですよ。でもやっぱり今世の中はね、何かをしてないといけない、仕事をしてないといけない、誰かの役に立っていないといけない、収入を上げてないといけない、生きてて何かの意味があるのかっていうふうに牽制されることが多いんですよ、ね、やっぱ見てみればね、生活保護の立場だからどうとかね、生活保護に落ちたとかね、そんな言い方もありますよね。でもなんで生活保護に落ちたなんだと。人間ってのは自力で生きている人もいれば、やっぱ皆さんのお世話になって生きている人もいれば、お父さんお母さんの収入でやっていける人もいる。でもその関係が成り立って釣り合ってるうちは、そこに関わってない人が文句を言われる筋はないですよね。しかも日本には生活保護なりね、精神的にちょっとね、参っちゃった人を助けていこうっていう、そういうふうなねムーブメントまであるわけですよ。でそういう方をないがしろにするとかね、日本人口の人口の一人に入れないとかっていうことではないと思うんですよね。どんな人も自分の権利を持って生きてますし、状態がたまたま悪くったってそれによって人格を否定されるものではないと思います。ましてやそういう人がね落ちたとかね、落ちぶれたとか価値がないからどうとかっていうことではなくって、この世の中に生まれ出たことによってね、どれだけの素晴らしさをもたらしているのか、私はね金八先生の授業を思い出しましたね。金八先生のドラマの中には中学生で子供を産むドラマっていうのがあるわけですよ。それね歩みっていう子供が生まれたらしいんですよね。でちょっとタレントの名前忘れましたけども、なんですかね、鶴見慎吾さんがまだね中学生だった頃に出てた
父親役ですよ、15歳で。で、女の子の誰だったかな、なんか忘れちゃいましたけどもね、よく出てくる人なんですけども、女優さんね、杉田なんだったかな杉田香織でしたっけね、杉田香織さんだったかな、それのお二人の若い頃のドラマだったんですけども、子供が生まれてしまったと。そこで命の授業ってあったんですよ。ちょっとね、回りくどいことをお話しましたけども、人間は生きてるだけでもうそれで十分この地上にね価値をもたらしてるっていうことを私が受け止めた瞬間だったです。それはですね、人間はただで生まれないんですよ、まあ、いろんな奇跡によって生まれてくるんですよね。男性と女性が奇跡に出会って、奇跡的に惹かれ合って、奇跡的に愛し合ってみたいなことの連続です。で、その結果肉体と肉体がね重ねてやって、生殖行為が行われて、その中でも少ない可能性として出産ってものがあるんですよ。で、女性の体の中に十月十日いると言われますけども、やっぱりね流産する可能性も非常に高かったり、出産の時に死亡するリスクもあるんですよね。これ最近ではあんまり語られてませんけども、いろんな医学の発展とかね、精神的な安定とかで。でもやっぱりね、人間一人が生まれてくるってものすごいね大切なことであり、奇跡なことなんですよ。もうそれだけで十分恩返しがこの地上に対してできてると私は思います。ですんで、生まれた子供をね虐待してみたりとかね、苦しめてみたりとか、まだ言葉が喋れてないところに向かってイライラするみたいなのはちょっと穏やかにいきましょうって話になるんですけども、また脱線しましたけどもね、結局はそこで私が受け取ったのは、人間って生まれるだけですごいんだよと、生まれただけで奇跡なんだよっていうふうなことを繰り返しそのドラマの中で言われてたような気がするんですよ。もちろんたかがドラマですよ、創作物だろうって言われたらそれまでなんですけども、私はそれを創作物という枠の中で収めるにはあまりにもね深く重く受け止めたエピソードだったんですよ。人間って生まれてくるだけですごいなと思いましたね。で、最近ね、不妊治療ってものがだいぶ注目されてきました。もう私も年なんでね、この年で子供を設けようと思うとやっぱり意識しないといけないかなっていうところだったんですよ。奥さんはたまたま若いんですけども、私はもう40半ばを過ぎてますから、不妊治療ってものをね向き合わないといけないなって時に、この不妊治療ですらね受けれる人と受けれない人いるんですよ。体力的な問題、お金的な問題、時間的な問題、これ全てが必要ですから。それから周りの理解とか圧力、不妊治療をやるとなるとね、それなりに無理解な人からのしがらみもあるでしょうからね。だからそういったもの全てを振り切って生命に向かっていく、しかも生まれるとは限らない、ね、生まれるにしても何らかのリスクを抱えている可能性がある、これ全て飲み込んで挑戦するわけですよ。となると人間って能力の差とか特徴の差はあってもね、生まれるだけでどんだけ素晴らしいことかと。じゃあその生まれてきた奇跡のような命を力が余ってる人が守らなくてどうするんだと思うんですよ。もちろんね、世の中助け合いって言いますけども、助けたくない人もいるんですよ。自分の周りだけ良ければいいよって人も、でもそういうのも込みでその人なんですよね。で、残念ながら誰にも助けてもらえない方もいます。で、そういうふうな方は制度とかね、国とかね、社会が守っていくってことになります。でも途端にね、社会が守るってなると誰の役割なのか分かんなくなってくるんですよ。だから私はあえて言いますけども、余力のある人が、たまたま強く生まれた人が強くなかった人の分までその人の力を借りてると思うんですよね。これどういうことかというと、本来は平等に生まれてくるはずだったんだけど、人には誤差があるんですよ。たまたま身長が短かった、たまたまちょっと記憶力がそんなに優れてなかった、たまたま運動能力が高かった、いろいろあるでしょ。でもそれはね、たまたま能力の高かった人がたまたま能力の低かった人よりも優れていた人よりもその人から借りてるっていうふうに考えるようにしてるんですよね。だから私はたまたま体が大きかったですし、たまたま体が頑丈でした。その分割り送って反対側に体がねちょっとね疲れやすかったりとかね、精神的にもろかったりって人が現れてるんだろうなと思います。これをちょっとね、私なりの解釈で言えば、私のなんかパートナーがいると思ってるんですよ。これ男性女性のパートナーじゃないですよ。私が体力的に有利だったものを誰かからもらってるんだろうなと、その人は誰だろうと思うわけですよ。で、たまたま出会った人の中に、例えば今回ね A さんとしましょうか、メールをいただいた A さんのように精神的にちょっと弱いんですって方がいるとするじゃないですか。その方がたまたま私に縁を持って連絡してくださったってことは、もしかしたら私のこの気力とか体力は A さんから借りてるんじゃなかろうかと思うようになってるんですよ。まあ、ですので A さんがもしね私に何かを求めてるようでしたら、全力で答えれる範囲で答えていきたいなと思いますし、
A さんがそれを受け取る気満々だからこそ、またにね、まさに私はメッセージを送り続けたいなと思うんですよ。これは私の考え方であり、精神世界の話なんで、正解とか不正解とかありませんし、いろんな解釈があるから、バカなことやってんなっていう声も飛んでくるからもしれませんけども、私が私の理解で勝手にやってることなんで、そこはね、見逃していただければと思います。私も全てね、自分の判断が正しいと思ってるわけじゃなくて、まずはやってみないと分かんないよねってことですよ。そう、やってみないと分かんないですね。ツイッターのアカウント作ってみましたね、 A さんね。ツイッターのアカウント作ってない間、何か分かりました？そんなことやっても何か意味あるのかなぐらいの漠然とした不安があったと思います。でもツイッターのアカウントを作ることによって、フォロワーさんがついた、そしてツイッターのアカウントを作ってくれたんだっていうふうに確認した吉田さんがいた。いや、アドバイス良かったなと思ったはずです。人に喜びを与えてますよ。そしてその事実を知った私が、ツイッターのアカウント作ったんだってっていうことでこの動画で喋りました。ということは、その事実を知った人がすでにね、10倍20倍に増えてるってことなんですよ。これどうですか？ A さんが何か思ってやらないこと、思ったからやったこと、どのぐらいの差があると思います？この積み重ねが人生の差になるんですよ。もちろん差といっても、やらない方が劣っているとか、やった方が優れているって、そんな単純なもんではありません。やってみようかなと思う人がそれを言葉にすることによって、やってみたらって励ます人がいて、やってみたっていうルートが引けたわけですよ。でもどうでしょうか？周りの人がもしかしたらね、反対しそうだなとか、何ツイッターって、何、危ないんじゃないのっていうネガティブな人か、そういうふうな先入観を持つと、言うことすらはばかれるじゃないですか。だからおそらくね、 A さんは私や吉谷さんにこのメッセージを届けたと思うんですよ。きっと肯定的に何かメッセージを返信してくれるはずだ。きっと何か私のどこかを評価してくれるはずだ。価値があるというふうに捉えてくれるはずだっていうような期待があったと思うんですよね。でもちろん私はそういう期待に応えるために嘘を言ってるわけではありません。本当にそう思うんですよ。そして私に課せられた課題っていうのは、心を尽くしてね、どうすればいいでしょうかって方に、どこまで正解がお伝えできるか分かりませんが、私の見識の及ぶ限り、私の経験と、あと思い出せるエピソードの限りをお伝えしてですね、何かのヒントにしていただけないかと、気づきを与えられないかなというふうに選択肢を広げる作業なんですよね。もちろんその結果について何ともできないです。他の要因もありますからね。例えば A さんが真っ当にやっている、私のアドバイスもまあ的確だった、でも時代がそぐわなかった、感染症が流行っていた、たまたまその時に投入できるお金や時間がなかった、他の要素によって実現しないこともあるんですよ。でもこう言えます。やってみないと分かんないじゃないですか、何が足りないのかね。だから何が足りないのかすら分かんないですよ、やらないと。やってみたらタイミングが良かった、やる手順も間違ってなかった、まあまあ結果も出たけども、こんな邪魔な要素があった、ここに不手際があった、これが足りなかった、いろんなものが見えてくるかもしれません。その見えてくるものをまた今度ね、こんなことが起きたんですけども、こんなことを書き込まれたんですけども、という感じでまたメッセージをいただければ、それに対してまたね、広がっていくんですよ。それはねっていう形で、はばかりながら私も吉谷さんも A さんに先行すること、何年、そして数にして何万何十万と事例をこなしてきてますんで、おそらくですね、答えられない問題はないと思いますし、私は吉谷さんが答えられないということは、もうすでに答えなくていい問題なんですよ。それは少なくともお金持ちになるために答えなくていい疑問、解決しなくていい疑問もあるんですよ。で、そういうのに時間を使ってないから最短できたとも言えます。最短といっても年という単位はかかってますけどね、それこそ365日、そのことだけを意識しても年という単位はかかりました。だから一朝一夕にはいかないというところもね、覚悟していただけなくてなりませんけども、とにかく今回ね、 A さんが心を込めてメッセージを送ってくださることによって、私の世界まで開けたんですよ。それが証拠に、ちょっと長めの動画が私のコンテンツの中に増えたんですよね。吉谷さんのコンテンツの中にも増えたでしょ。私は吉谷さんは A さんからのお問い合わせがなければ、この動画の存在がなかったんですよ。要するに人生の中でこの動画を作るチャンスを失ったわけなんですよ。そういう意味ではね、 A さんに感謝できる部分も大きいんですよ。 A さんが私は吉谷さんを動かしているんですよ。素晴らしくないですか、これは。 A さん、私は吉谷さん以外の人をもしかしたら動かしていたかもしれませんけども、この私と吉谷さんがね、同時に動いている姿、感動しませんか。まあ感動しつけるつもりはないんですけどもね。でもこの連鎖が活動であり発信なんですよ。 A さんは私にメールを送っただけかもしれませんけども、そのメールを送った事実をさまざまな事例とかね、別の角度の切り口を与えて、今こうやった動画コンテンツにしてます、ね、動画コンテンツすることによって
A さんのことは知らないけれども久保哲郎は知ってるよって方が間接的に A さんの悩み、苦しみ、希望、行動に目を通すことになるんですよ。それはすでに A さんとそういった他の方がつながり始めていることを示唆するわけなんですよ。逆にですよ、この動画を見て A さんじゃない方が実は私もこうなんですというふうに次の勇気を持ってくれるかもしれません。そしてメッセージをくれるかもしれない。そのメッセージに対して私はやっぱり返信します。となると A さんはその次の方のきっかけを作った、要するに救世主になったかもしれませんよね。そういう自分がきっかけになれるっていうふうなね、そんなきっかけになるんですよ。 A さんの行動は次の方の呼び水になるんですよね。そしてその人数が最初は1人かもしれません、 A さん1人かもしれません。次に影響を受けて私もっていう方が1人生まれ、3人生まれ、5人生まれ、10人生まれ、100人、1000人と広がっていく、その可能性が今広がったわけなんですよ。そしてその可能性を広がることが分かるから私もこうやって動画をね追加で撮ってるんですよ。どうでしょうか A さん、1円も速稼塾に払ってない、1円もドリアカに払ってない、そもそも入会も入塾もしてない、ただお問い合わせメールを送っただけ、自分なんてお金にならない、おいしくない人だから返信なんて来なくてもしょうがない、返信が来たところで5分10分で終われるようなもんだろう、丁寧に来るわけないだろうと思えるかもしれませんけども、私は吉田さんが見てるのはそんなところじゃありません。吉田さん、こんなことがあるんですけども、久保さん、こんな風に悩んでるんですけど、に対して私は A さんに対して回答しているようであってね、 A さんの後ろにいる似たような悩みを持っている数万人に対してこの回答を送ってます。そしてもしかしたら今度は私自身が弱るかもしれません、他の人が弱るかもしれない、身近な人はね、そういう人に対して今日この時点で私はねできる限りをやったぞっていう風な自分の足跡を残してるわけなんですよ。それは取りも直さず今度ね私が弱った時に自分を鼓舞してくれる、そんな YouTube になるかもしれません。まあ、そういったこともね、意味付けをしようとすればいくらでもできるんですけども、私はただだからやらないとかね、お金をくれたからやるっていう、そういうレベルではやってないんですよ。もちろんビジネスをしてる部分はありますけども、じゃあ1円もくれない人にどういう対応をするか、無視をしますか、そのお金を払わない人、払う人関係なく心から切実に前向きにですね、積極的に問いを求めてるんだったら精一杯答えますよ。逆にですよ、人を陥れようとかね、何かねこう上げ足を取ってやろうとか、意地悪をしてやろう、論破をしてやろうっていうのが目的ならば取り合う必要はないと思ってます。私には答えない自由もあるんですよ、沈黙する自由もある、無視をする自由もあるんですよ。ただただ久保哲郎、吉谷拓郎に何か希望や解決策を見出して真摯に向かい合ってくる人には私もそれだけの義理は尽くしたいと思います。誰かを攻撃する人、ましてや私を攻撃する人、吉谷さんを攻撃する人に真摯に向き合う必要はないと思いますが、ただ今回の A さんのように素晴らしい人の心を動かすようなね、まるでドラマの台本のような文章が書けるこの能力を私が答えずして何とするかってことですよ。これはね本当に逆に感謝した A さんに、よくぞこの文章を誰でもない私に届けてくれた、これは宝ですよ。この文章は、この文章が書ける人が私にアプローチをしてくれたっていうだけでもね、これは感動に値しますね。これはねことさらに文章の内容で人を評価するわけじゃないんですけども、例えばね久保哲郎にメールを送る際、名前も名乗らずに速稼塾って何ですか、この一行の方もいるんですよ。もちろんその方は無礼だと言ってるわけじゃないんですよ。ただ速稼塾って何ですか、何ですか、どこを答えればいいんだろうと、まあ、それに対しても私も丁寧に答えていきます。ただやっぱり今回ね A さんが送ってくださったメールは追加でこのメールを作らせるぐらいのエネルギーがあったんですよ。私の心に強く食い込んできたんですよ。感動を知らしめてるんですよ。これは私しか感じれない感動かもしれませんけども、私が感じてこうやって動いてるのは確かです。私は他のことやってもいいんですよ。他のことやってもいいのに、それを押しのけて今カメラを動かしてます。 A さんに向かってメッセージを、感謝と感動を伝えてます。その縁を作ってくれた A さんは間違いなくですよ、私以外の心をつかむ能力があります。ポテンシャルが、早く Twitter をやる、早く YouTube をやる、早くブログをやる、 SNS をやる、何でもいい。表現をすると A さんはこれからね、私ではない多くの見識ある人の心をつかむ可能性が大いにあります。その証拠の一例として吉谷さんも私もこれだけのことをしてるでしょ、これだけの人の気持ちを動かしてるんですよ。どうですか、これはご自身の素晴らしい能力にそろそろ気づいたんじゃないですか。私はねそういうふうに思いますけどね、はい、かなり熱く語りましたけども A さんの心に胸に届けば幸いでございます。それではちょっとトレーニングを始めますので失礼します。ありがとうございました。